テラーは、アメリカ合衆国出身のシンガーソングライター。バンド活動を経てから、ソロデビュー。以降数々のヒット作を残し、音楽賞も受賞した。ローリングストーン氏選出、歴史上最も偉大な100人のシンガー第74位。歴史上最も偉大な100組のアーティスト第84位。2000年、ロックの伝道入り。2016年度、 ケネディセンター名誉賞受賞。1971年頃のフォトマサチューセッツ州ボストン市で裕福な家庭に生まれ、ノースカロライナ州のチャペルヒルで育つ。1968年にアップルレコードからデビューするが、自身の交通事故や当時のアップル社内の混乱もあって契約を打ち切られる。翌1969年10月に、 ワーナーブラザースレコードと契約するとともに帰国。翌1970年、遺跡第一弾のアルバム、スイート・ベイビー・ジェームスがヒット。シングルカットされた、ファイアーレインは、全米3位を記録した。1971年、映画、断絶に主演。ザ・ビーチ・ボーイズのデニス・ウィルソンと共に、駆けレースに参加しながら、旅を続けるドライバーを演じた。しかし、 映画には彼らの楽曲は一切使用されず、難解な内容のために工業的にも失敗に終わった。同年、キャロル・キング作のシングル、君の友達が大ヒット、数多くのアーティストに取り上げられる代表曲となった。それ以降、歌手のカーリー・サイモンと結婚し、74年には、愛のモッキンバードのカバーヒットを放った。同曲はアメリカだけでなく、日本でも、 小ヒットした。しかし、サイモンとは後に離婚している。薬物中毒の克服、兄で同じく、シンガーソングライターでもある、アレックス・テイラーの死など、本人のプライベートな体験を題材にして、曲作りをしたり、人々の悲哀を描き出すという手法で、多くの楽曲を発表した。代表作、ファイアーレインは、友人の自殺を綴った作品であるとされている。 その後、グラミー賞獲得やロックの殿堂入りなど、輝かしいキャリアを積み重ねてきた。アコースティックギターの名手としても知られている。ギブソン J-50 を主に使用している。2015年には、2002年の、オクトーバーロード以来となる13年ぶりのオリジナルアルバム、Before This World が、ビルボード200で自身初の1位を獲得。 1970年リリースのアルバム、スイートベイビー・ジェームスでの初のビルボードチャート入りから45年に、して、初の1位獲得は、2011年に、トニー・ベネットが、デュエッツ2で記録した54年に次ぐ記録である。2016年、母国の名誉である、ケネディ・センター名誉賞を受賞。なお、ジェームスの兄弟は、全員がミュージシャンとしてデビューしている。また、 カーリー・サイモンとの間に生まれた二人の子供も、それぞれ、ミュージシャンとして活動中である。ありがとうございます。